ということで、今日からまた新企画ね、バイオ6の方をね、プレイしていきたいと思います。そっか。ということでね、フレンドのね、高麗人参三姉妹の同じフレンドの、この八木光太くんと、あそこで話さないと信じてもらえないからよ。プレイしていきたいと思います。やりましょう。ということでね、難易度はベテランの方でプレイしていきたいと思います。でそしてですね、2人とも初見ではありません。でただ自分はもう1回クリアしてね、即打ったんで、実質発売して5ヶ月ぐらいで打ってしまったんで、もう本当に久しぶりで、もうほぼ初見と言ってもおかしくないです。それでお前は？ん？お前のプレイ、俺はエイダ、嘘、エイダ以外は全部クリアして、もう嘘じゃねえ。で、エイダは、ちょっと諦めたと。なるほど。ということでね。むずいでしょ。いやもう本当に。奴らが出たら頭を狙え。ためらうな。了解。本当に久しぶりなんだね。そしてね、自分、即打ってですね、今日の朝急いで、ダウンロード版を買い直したんですね。そしたら日本語パッチもついてて、日本語になったんですよね。生存者がレオンが日本語で喋るようになって、ちょっと感動っすね、これは。そう信じたい。声かっこいい？声かっこいいかな。自分はね、バイオ4、バイオ5、バイオ5もね、クリアしてるんで、結構バイオ歴はね、まあまああるんで。あなたはラクーンシティの事件の生存者だそうね。あとバイオゼロと、コードベロニカの方もね、もしお前が諸悪の根源、途中まで、それも全クリまで行かなかったんですけどね、途中までやってました。ということでバイオ7も出るんでね、まあ、それの予習というかね、そういう感じで。今のは何？人がいましたね。確かめるには行くしかない。やっぱなんか日本語だとすごい違和感ありますね。あ、めっちゃ走ってる。あ、多分だいぶある程度は覚えてるんで、だいぶサクサクなプレイになっちゃうと思うんですけど、多分ジェイクとかそこら辺に行くと本当に覚えてないんで、うん、それを辺はね、おそらくサクサクいけるんじゃないかな、うん、早くね、ちょっと眠ら、奥にいた。めちゃ迷路やん、これ。攻めろ。来い。あ。操作方法は大体大丈夫だよね、もう。もちろん。もちろん。うわぁ、びっくりした。何？ゴミ箱が急に倒れたから。いかんわ。だいぶ近くに。怖くて撃ったんじゃないの？それ。いや、違うよ。そんなわけ。撃つな！殺せ殺せ殺せって。大丈夫か？霧が、何？霧だ。突然現れた。突然霧のようなものが。リズ、待て、離せ、危険だ。おお、娘が一人でどこかにいるんだ。早く見つけないと。分かったから、静かにしろ。やつに気づかれたら助けられないだろう。まわかるな。バイオ7の主人公はね、なんかレオンとかいう噂もあるし、ジェイクとかいう噂もあるんですけどね。いや、でもその辺が高いよね。ただバイオ7では、そんな時間ないわ。今まで出てきたキャラがオールスターで出てくるっていう噂もあってですね、もう年だからここでもう大団円と。で次のバイオ8ぐらいから、ジェイクが主人公になるんじゃないかみたいな、あ、そういう噂もありますね。ただ、ジェイクもレオンも、一応ね、まだ、おぉ、びっくりした。何？フラグというかね、残してるらしいんで。レオンに関しては、レオンと表裏一体のね、エイダの方がね、まだ、
任務を達成してないと、そういうフラグも残しているんでね。まあレオンはまだまだ続くということで間違いはないと思うんですけど。でも レオン何歳です？いや結構年だよ。全然この最初ね、もっと走っていいだろ。文句を言うな。どういうの？鬱陶しいじゃん。覚えてるもんこっちは。ね？うわびっくりした。危ない危ない。じゃあ味方へのね、誤爆というかね、射撃オンにしてるんで。今食らった？いや今食らってないです。だったね。何が起こるかわからないわね。はあ。早くリズを見つけるから離れるんじゃないぞ。リズが好きなんだよ。ありがとう。リズ。上に吸血鬼あるよね。うん、ある。どうぞ。任せたぜ。とっとった。返事をしてくれ。パパだよ。リズは死にました。え、いつから二丁拳銃になった？俺知らんかったんだけど。え？何それ？え、もしかして最初からあったんすかね？どうやって二丁拳銃ですよ、それ。え、なんか弾の下にさ、L1 押して構えたら。え、本当に？俺全然知らんかったわ。うえ、うえ。大丈夫か？マウトや。私のことより早く娘を。ついさっきまで電話が通じたんだ。絶対校内のどこかにいる。早くしてくれ。早く、早くするんだ。すぐ左行くのやめてあげて。エレベーターを動かさないと。私はここの職員だ。鍵なら持ってる。そこからは私の車で。なるほどな。わかった。早くリズを見つけてここを出よう。エレベーターは動くことね。うん。リズ、リズなのか。ちょっと変な動きしない。めっちゃ震えとる。お前よくね？早く。わあ。ちょっとびっくりしたね。あれ意外とビビる？あれあれで？いやいや全然。でもなんかもう正直レオン編が一番怖い気がするんだよね。まあそうだね。あー血の手が、血の手が、いやここ怖いよ。え、なんで？ウィーンって。もう顔もいってるでしょっていうネタバレをしてしまう時点で俺アウトだわもう。くだらん。リアムは二人はもう避難したよ。うちで待ってる。走れる。もいた。うわダメージ食らいましたか今の。いいえ。あ本当に。うん。どうすれば外に出られる？地下に駐車場がある。この先にエレベーターがある。まだ動くといいが。早く、早く。もう。手を挙げろ。ねえ、うざ。遅っ。
てか、レオンが持てばよくね、こいつ。こいつをどかそう。はい、どうぞどうぞ。樹木さんにエレベーターに乗り込むみたいな。出ましたね。大丈夫だよリズ、絶対助けるからな。It's gonna be okay. あと少しだから。あ、リズ。第一死亡者。本日も。落ち死んどって。落としたり転がってましたよ。電気が。お、キモいなぁ、ほんとに。嘘でしょ。食べとりゃええや。彼女はもう無理だ、撃て。そう、どうにかしろや、お前。おい、助けようとしろや。自分でなんとかできるやん。あ、自分でなんとかできるやん。自分でなんとかできるやん。いや、無理だって。これ、助けて、早く撃って。ねえ、ループどうなんだ、これ。ああ。俺、これしか見たことない。ワンキール。こんなことって。相手を人だと思うな。撃たなければ俺が死んでいた。それにあれはもう必要じゃない。そんなに撃つのに躊躇するか。こうなったらしないでしょ。何かいるような気がする。ヘレ、銃を持て。銃を持つんだヘレな。うわー、キモ。これは、あ、待って待って、全然当たない、全然当たない。え、嘘、死んでんのかも。君の力は必要ない。俺は体術系忍者だ。忍者ロックリーダー。俺は銃なんて必要ない。あ裏を取った、もらったぜ。裏とかあったかな。パイプ投げてきた。気をつけろ、油断するな。いった、俺を蹴るなよ、お前。いやいや、蹴ってない。蹴ったっすよ。蹴りましたっすよ。そう、それを蹴ったっていうのはね。じゃ、ゾンビはどうなんですか。オッケー。ワンキール。弾すぐなくなっちゃうね。この辺のゾンビ弾出ないんだ。おっさん、おっさんそれ生きとるよ。知っとるわ。うわ、ひど。こっち見ちゃった。ほら。そうやっておる。ええ、そのように。もう、3回目ぐらいだね。わ、めっちゃおる。とか言う。レオ早く来て。早く。はいはい。早く来て。もう、うるさいわね。どうぞ、本気出すか。本気のタイミングよ。ない。頭悪いよね、この世界の人たちって。意味がわからん。めっちゃ言うやん。サイクラッシュ。なんで気づかないのかね。ね。なんで声出していいと思うんだろうね。行こう。言っても無駄よ。何年経ってんの。
バイオハザード起きて。もう間に合わない。そういう知識ぐらい共有しようよ、みんなで。うわ、えぐい。えぐいよ。何人見たの？しよう。まだ悲しいの？素質ねえよ。めっちゃ言うやん。めっちゃレオンに厳しい。いや、軽くね？いちいち泣いてたら。もうそう思ったら、ね、5人ぐらい見てから、あ、またぐらいにしようよ。あ、そうなんだ。よし。そんなのか。あ、ジュの玉俺ほとんど拾ってくんで、安心して。え、ジュの玉ほとんど拾ってくって言った今。うん。え、俺のジュの玉はない。ははは。まあ、体術系忍者だから俺。あ、そうだよね。霧がどうとか言っていたが、その霧が元凶だとすれば。なんでこいつら平気なの？呼吸しただけで感染してしまう。今ないのか。霧が大学構内にいた人たちはみんな、さあ、ガバガバ過ぎてわからない。こういう時はろくなことがないんだ。あれだ、空き缶落としちゃうとこだ。え、あっちじゃね？なんだったっけこれ。で、この空き缶落としちゃうの。あー、めっちゃネタバレするやん。ごめんなさい、起こしちゃった。よし、ヘッドだ。じゃん。だ、うそ、うそ。おった、あ、ナイス。おー、助けてしまった。あばばばばい。大変よ。この辺にも、あれなかった。あったあったあった。ハーブ拾えない、俺。なんで？何がよ。俺めっちゃなんかいろいろ持ってる。いや、食らってる食らってる食らってる。そんな持ってるの？しかもやば。うん、なんかショットガンとか、積み落とすナイパーライフルとか。なるほどね。初期セット？いや、初期セットじゃないですね、それは。おそらくね。だいぶ前のセーブデータというやつですね、きっとね。あ、でもハンドガンの弾はあるんすか、今。今、50個ある。あ、それは絶対、そうですね。セーブデータとなっております。あ、危ない。あ、危ねえ。後ろ。頭後ろ。上クッキングすんで。ほら。うわぁ、くどうした？どうしたじゃねえよ。お構いなさで吹っ飛ばしすぎだろ。何もない？何もない何もない。ハーブある、ハーブ。お、生き返ったぞこいつ。でも死んでるからさ、最初から。なるほど、ね。どういう扱いにするか微妙だよね。ねえ、こっちにハーブあった。死んだ死んだもん。じゃあな。ねえ待って、ハーブあるって言ってるじゃん。見たもん、もう、取ったもん。え？あるよ？一人一つ。あ。あ。でも俺取れないもん。え、それさ、調合して入れてる？ちゃんと。中に。え、じゃあもうハーブ一個も持ってない。一個も持ってないってどういうこと？え、空きがない。え、じゃあハーブさ、調合してさ、入れてる？スロットに。スロットルだっけ。あ、なんかメニュー開けたよ今。タブレットケースにちゃんと入れた？今入れた。それで拾えるんじゃない？あ、そっかそっか、あったね。よっしゃ。え、やばくね？11個もある。もうハーブ。でもあれだよ、緑だけだって調合しない方がいいよ。生存者いないのか。オッケーオッケー。ということでね、パート1はここら辺で。あ、え、もう？あ、待って待って、ショットガン撃っちゃった今。ねえ。うわぁ、ちょっと、びっくりした。ナイス。ガチでビビった。ないね、ナイス、カバー。やばいやばい。え、めっちゃ食らうやん。え、なにこれ。俺、あと2つしかない。今の攻撃で3つぐらい持ってかれたんだけど。マジで？
俺が蹴ったから。ちょっと使って、あれ。どれ？ハーブ。スプレー？スプレー使うんすか、いきなり。ハーブってどうやって作るの？ R に一回、R にを一回押すと一つ回復する。いや俺がやん。いや俺も回復するもん。マジ？うん。あと回復した今。うん。一個だけ回復したよ。あ、もうそんぐらいで結構です。マジで？そんなということでね、今回はこの辺で。ちょっと待ってよ。あ、そうだ。ごめん。今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またねー。バイバイ。